日本東京都台東区台東台東は東京都台東区の町名。現行行政地名は台東1丁目から4丁目。郵便番号は110016。台東区の南部に位置する。旧下役内である下や地域内南東にあたる。東部は清洲橋通りに接し、これを境に小島、鳥越、浅草橋にそれぞれ接している。南部は 千代田区神田泉町に接する。西部は昭和通りに接しこれを境に、千代田区神田松永町、台東区秋葉原、上野にそれぞれ接する。町域北部は、春日通りに接しこれを境に、東上野に接する。町域内は、商業地と住宅地とが混在している。首都圏新都市鉄道本社がある。江戸時代、この地は古くは、下山村に属したが、 商方年間には今年の住居地があり、以後もその組屋敷が多く置かれた。これが地名、岡地町の由来となっている。それ以外の地域もほとんどが大名屋敷や旗本をはじめとする武家地であった。1872年、それら武家地に岡地町1から3丁目、2丁町、竹町が起立し、以後市街地として発展する。 1878年11月2日には、軍区町村編成法により、東京15区の一つ、下谷区に属し、下谷岡地町1から2丁目、下谷2丁町、下谷竹町となった。中でも下谷2丁町,町には1892年に、猿若町から、市村座が現在の突般印刷のビルのある場所に移転し、1932年に、 消失するまで歌舞伎の興行を行ったが、その間六代目、小野菊五郎と、初代、中村吉右衛門が出演して、人気を競い、俗に、二町長,長時代と呼ばれる盛況を見せた。1964年、住居表示の実施によりこれらお勝町のうち1.2丁目、及び二町町、竹町は、対等1から4丁目に再編成され、行政地名としてのお勝町は消滅した。 2020年12月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。